はい、あれです。スキー一級トルドー11勝ということで、ダイナから高須に入ります。今が滑り出しで、さっきね、で今日のテーマがあのコブでね、明日検定多分受けるんですけど、11回目のテーマはとりあえずコブで、不整地コブで滑り出し、今日のその日の滑り出し一発目にちゃんと滑れるかどうかっていうのをやっていこうと思います。今日は多分そこのね、スーパーコースのコブで、ね、難易度まあ5とか6なんで、ボサボサで簡単だからさ、滑れなきゃいけないんですよ。よいしょ。よこして。やっぱこんな感じか。まあ、ボサボサだな。多分ね、どこでやるかな。去年ね、そっちでね、やったんですよ。ちょっと、こんなようなコブできとったんで。あ、違う、下だな。下でやったんだ。テクニカル講師もコブできとるじゃん。2連。今日が、3月11日土曜日、12時45分ぐらいかな。さあ、これでいきます。子供用の GS 板。バナナパイプ。きついな、あのバナナパイプ。さあ、じゃあ、行ってみますわ。いや、嫌だな、わ。あそこ2段になっとるじゃん。じゃんってやって2回目が 2段だな。なんだっけ。行きますか。上手な人が先にどうぞ。僕、こけて、あの辺で多分、人の邪魔しちゃうんで。あの人は強烈にうまいね。コブがあった方が滑りやすいぜっていう感じだね。深そうだなぁ。うわぁ。はい、行くぜ。じゃあ、検定員があそこに立ってるというふうに考えて、カメラ揺れるね。ごめんね。ああいうのでさ、トップの先落とししたらどうなるんかな。いや、まあ、方法はあるんですよ。先落とししても、体がね、中心より横にやってなってて、常に回し続けていれば、つんのめることはないと思うんですけど、ちょっと待ってよ。くっさー難易度6ですね。これぐらい滑れるかな。これぐらいは滑れなかな。別にここガリガリじゃないんですよ。エッジ噛むんですよ、ちゃんと。腹立つ、くそ。ほら、綺麗でしょ？綺麗でしょ？これくらい滑れなかんだよ。くっそ、腹立つな。これぐらいが一番いいよね。こぶ滑るなら。バナナパイプ入り滑りたいな。去年ね、ここでやったんですよ。ここに、ちょっと、軽めのコブがあって、で、なんだっけ、検定員たちが、作って、やったんですよ。だから、シャドウが、25度か、ぐらいか。めちゃくちゃうまいな。すげえな。クラウン所持者、あ、縦に滑っとるじゃん。嘘だ。難易度6を縦に攻めるってことは、
あー、すげえな。あー、ちょっと待って、ストックありでやりたいな。これさ、ボッサボサでつんのめたら足ひねるな。丸くて雪質もいいんだけど、深さにビビっとるわ。そんなに階段じゃないっすよ、別に。うん、横幅も縦幅もあるから、これぐらい滑れなあかんだけどさ。ちょっと待って。ショー待っとる。あ、教室やってる、教室。すごいね。多分、検定斜面これかもね。すごくいいわ。こういうのを、ここでやるかもな。でも、他のお客さんおるから、作るかな、もう一個。でも、係員もおらんじゃね。もう明日なのに。はぁ、あ、しょ、はあ、はあ、ここでやってほしいな。はい、ごめん、練習しまくるわ。明日だから。はい。